琉球ドラマナイト、かんこどりの泣く夜。ちこぶっけんすいません、芸人松原谷志です。これはまあ、とうこさんという女性の方なんですけど、彼女が予知能力がある方なんですよね。で、これがいつから予知能力が、こう、備わったかというと、まあ、小さい頃、中学生か、中学生の頃に、なんか家庭科の授業で、先生が、今日は調理実習しますんで、皆さん、準備してくださいって言った時に、あ、ミートソースのスパゲッティを作るなってなんとなく思ったそうなんです。で、実際家庭科室行ったら、はい、今日はミートソースのスパゲッティを作りますって言って、当たったってなったそうなんですよね。これが一番最初の予知能力で、でそれから、校外学習、遠足になるのかな、山を登る、まあ、遠足みたいなのがあった時に、クラスの男の子が、あ、その前を歩いてる男の子の額から血が吹き出るような気がしたんですって、うん。で、これは言った方がいいかなと思って、前に歩いてる男の子に、何々くん、頭から血が出るから気をつけてって言ったんですよ。そしたら、何を言ってんだみたいな感じで、あしらわれるんですけど、その数分後に、突き出てる枝にが、その男の子のおでこに刺さって血が吹き出るんです。で、うわ、当たったと、うん。っていうのから、バンバンなんかちょっと先が見えるようになって。で、結構、まあ、いろんな、うん、なんていうのかな、あの人、もうすぐ死ぬかもしれないっていうのも見えたりするんだけど、でも、最近見た予知能力は、プレバトという番組の芸能人の最下位はこの人っていうのが先に分かっちゃって、番組見たら結果はやっぱりそうなってるから楽しめないって悩んでありました。そういうお話です。今夜はちょっと不思議で面白い話でスタートしました。かんこどりの泣く夜、役者の神崎秀俊と、はい、自己物件すみます、芸人松原谷志と、純駆動書店の森本です。はい。まあでも本人も書いてましたけど、その予知が何の役に立つんだみたいな。そうなんです。これって予知能力って役に立つと僕ら思っちゃうじゃないですか。はい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 。見えても、未来を防げないっていうね。あ、未来の、なんていうの、起こることを。これってすごい、もやもやするというか。でも、確かにそうだよなっていう。先のことが分かっててもどうにもできないことってあるし。はいはい。これでも、この人どうですか？自分で見たいもの、こういうのってどう思います？見たいものが見れるのか。いや、なんかパッと。きらめく。たらそうなっちゃう。あ、警視庁20、警察24時っていうのが浮かんで、あ、警察24時今日あるかもって言うと、あるわ、みたいな。急に予告の CM が流れたり。だからあんまり役に立たないんです。森本さんどうですか？そういう予知能力。予知能力はね、うん、まあ、昔ね、うん、まあ、とある方と、電卓に2とか3とか書いて当てるというゲームしたんですよ。うん、おー、はいはいはい。これね、僕10回やって全部当たったんですよ。うん、すごいじゃないですか。すごいですよね。すごいですよ。で、調子乗って2桁行こう。2桁も全部当たる、うん。すごいな。で、3桁も、一つ違いやったんですけど、おー、まあ、当たった。ね、すごい能力だよ。すごいですよね。はい、でも、その日、一日だけできたという能力なんですよ。次の日はできないです。できなかった。どういうことなんやろ、それ。いや、でも怖かったですね。当たりすぎて。いくらやっても当たるんです。で、その時も、こう、手を握ってですね、うん、相手のね、うん。で、頭に浮かべてください、数字を。うん、映像にしてこっちに念を送ってくれ。うん、って言って、うん、自分がこうするわけですよ。そしたら、2とかがふわーっとこう、白い文字で、僕の頭の中にふわーって。すごい。で、2だって言ったら当たるみたいな。それもすぐ NASA に行ったよ、私。超能力。その日のうちにね。そう、その日のうちに。次の日に能力なくなるから。悔しがるんじゃないですか。なんかね、まあ、第6巻って言いますけど、人間ってそういう力が、その時ね、うん、後で振り返ればあるんだなと思って。うんその使い方が知らないだけでね、たまたまその時は使い方知らずに使えちゃったというだけだったと思うんですよ。
でももう一応そこでコツというか、何かは開いたっていう。ですよね。その後、一生懸命何回もやるんですけど、はいはいはい、その日できないみたいな。すごいな。なんかね、使い方があるんでしょうね。なんか本を手に取ったら値段を分かるとか、そういう。それは普通に分かるか。書いてますからね、値段も。重さでなんとなく分かる。重さで分かった。すごいな。今夜のお相手は神崎秀俊と松原谷氏と森本浩平でした。秘仏御開帳イベント首里観音堂三点展10月8日より3日間開催、入場無料、閑古鳥トークライブもあるよ。あるじゃないですか。すごいですね。そんな3桁まで行くってなかなかすごい能力ですよね。いや本当その時は怖かったですね。なんか開花した気持ちでした。なんか3時間ぐらいやったんですけど、ずっと当たるんですよ。すごいな。すごいでしょ。で、ひらめくまでに1回でも4、5分ぐらいかかるんですよ。ああ、数字がひらめくまで。まだこうへんって言いながら、ね。ああ、でも来る。バーっと来たら、はいって言ったら当たった。その日はもう、霊力なのかわかんないですけど、はい、がもうマックスの状態だったんだよ。マックス。で、全部使っちゃった。霊力なんか。いや、でも、ユタさんって、ユタの人って、はい、修行されるじゃないですか。うんうんうん。で、あれってなんで修行するんですかって聞いたら、うん、霊力を高めるためっていうのを聞いたことがあるんですけど、だから、その能力って、はいはいはい、こうなんか、ゲージがだんだん溜まっていって、使ったら減ってみたいなことなのかなっていう。なるほど。じゃあさっきの場合は何、一生使うも一気に使う。一生分の一気に数字当てに使っちゃったみたいな。使い方間違えちゃいました、ね。でもまた修行なんかしないんだったらね。ねえ。なんか相手との相性とかもその時あんのかなと思いましたね。ああ、なるほどね。その電話を送る。予知夢って ね、結構、誰かに対してこういうっていう思いがその人の夢に出るっていうのを、うん、はい、なんかテレビで見たことあるんですよ。へえ。じゃあこう送る側のってことですか、じゃあ。はい。念を飛ばす側のパワー。そうなんです。もう10年以上前ですけど、科学的にそれを検証するという番組があってね。隣の部屋で寝てる人に、念を送る。で、その人は夢を見るのか。そんな番組だった。すごい番組ですね。夢、ちゃんと見てたんですよ。へー。その人の夢を。はい。その人が送ったものですね。念を送ったものを見てると。見てるんですよ。なんていうんですか。イルカでしたっけ、超音波使えたりとか。うん、ああ、イルカです。サメもなんか、ロレンチに機関かなんかで、ね、飛ばせるわけじゃないですか。うん、はいはい。で、人間も、その可能性ありますよね。あるかもしれないですね。ああ、ね、考えたら、やっぱ、飛ばせるんかもしれない。飛ばせるんじゃないですか。うんうんうん。ってことは、まあ、受け取る能力とかもあるのかな、うん。のを考えると、うん、まあ、その予知できるっていう。あ、予知。能力だったりとか。予知能力。うん、今回この、まあ、怖い間取りに書かせてもらった話で、うん、すごい共通するものがあって、うん、その予知能力だったりとか、うん、あと霊感がある人の話もいっぱい出てくるんですけど、うん、結構共通するのが、うん、ちっちゃい頃に事故に巻き込まれてたりとか、病気になったりとか、はいはい、あるいは幼少期、その親に、まあ、なんていうのかな、結構厳しくしつけられすぎたりとか、虐待を受けたりとか、そういうすごいストレスを与えられてた人の確率が高いんです。はい、霊感がある人。僕の霊感あって、まあ、魔術師って言って、まあ、そういう活動もしてる子がいるんですけど、魔術師が魔術師。まあ、こんな話すると長いでちょっとあれですけど、はいはい、この子もやっぱり子供の交通事故何回かあって、ちょっとまあ、仮死状態じゃないけど、そういう状態になって、で、でも本人はその中でも地獄行ったって言うんですよ。地獄行った？うん。だからその地獄で3年か何年間かずーっと地獄にいるっていう。え、それ生きながら地獄にいるってことっていうのを自分体験して目が覚めたら、まあ、その1日ぐらいしか寝てなかったみたいな話なんですよ。その間にね。そうそうそう。そこら辺ぐらいからやっぱどんどん、いわゆる、なんていうの、能力的なものが出てきたって言ってた。これが何なんでしょうね。なんでしょうね。本当何なんでしょうね。ちょっと事故します？事故して。体張ってこと。確か大きな事故が僕ないから。
霊感ないのかなとか、まあ遺伝とかもあるかもしれないですけど。あるかもしれないですけどね。でも結構やっぱあの、イタコさんの修行とかも、やっぱり、ものすごい厳しいんです。滝打たれたりとかもしはるし、ずっと。来た？来ました？あからさまなラッポーンですよ。ラッポーンですね。あの、トントン言いましたね。霊感の話あかんのかな？イタコの話かかんのかな？いやいや、いいんじゃないですか。もっと、ナリスさんかな？ちゃうか。ナリスさんの話はまだしようとしてなかったんですけどね。はい。いや、でもストレスを与え続けることで、何かが溜まっていって、はいはいはい。その、見えないものが見えるようになったりとか、うん。それこそ予知能力が芽生えたりとかいうことはあるんじゃないかな。うん。もう、観光道に話させてもらったんですけど、その、肺炎で入院したとき、40度ぐらいの熱が3日続いたときは、やっぱり、まあ、たぶんあれ酸欠だと思うんですけど、それで多分脳が、ちょっと変わっちゃって、結構その霊的なものを、かなり見たんですよ。はいはいはい、ああ、酸欠は大事かもしれないですね。うん。なんか、ああいうね、砕かでこもってやるとか、ヒマラヤ行って修行するっていうのは、多分あれわざと酸欠っていうか、そういう状況してるじゃん。断食してずっとこもるとかも、やっぱ、ね、酸欠というか、まあ、すごい負荷かけてるわけじゃないですか。うん、そんな時に見えるというか、違う次元のものを、確かに飛んじゃうんでしょうね。はいはい、通常ね、そんな状態にないから、うんうんうん、そういう人間が状態になったら、いろんな能力が芽生えるのかもなんですね。いや、なんか、それはすごいあるような気がします。あ、普通でもいいですよ。交通事故あった人は、なんか、バーンとあれでしょ、当たった瞬間、はいはい、超スローモーでいろんなものが見れる。そう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 。はいはい、でそう本当に走馬灯みたいにいろんなものが蘇ってくるみたいな。はい、多分、本来使える能力を極限に使ってる可能性ありますよね。事故で言うとね、うん、2日連続追突されたことあるんですよ。え？あるじゃないですか。森本店長、聞けば聞くほど、数奇な運勢を辿ってますね。実は。どういうこと？ 2 日連続で。2日連続で。ここが22の時ですね。はい、うん、21か、うん。21の時に、これね、2月21日に、まず、最初僕が初めて車乗ったんですよ。うん、友達から買って、売ってもらった車をね。うんうん、それを意気揚々と家に持って帰ろうと思ったら、うん、左から、助手席側からドーンと追突されたんです。まあ、10-0で、向こう側、一旦停止を止まらずに。で、完全にその車が、もう半分あかんの、うん。怪我はなかったんですよね。うん、でその翌日、うん、今度、母親の軽音乗って、うん、まあ、レンタルビデオ屋にビデオ返しに行ってたんですよ。うん、で、右折例も何もない、その店に行くときに、右折するために、前方の車をね、待ってたら、うん、後ろから追突ドーンってされて、で、その時に、僕は大怪我をして、うん、意識不明になったんですけどね。あ、2回目で。2回目で。まあ、1日だけですけどね。はいはい、もう車がもう半分ぺちゃんこなんで、まあ、肋骨が7本ぐらい折れて、まあ、1ヶ月入院してたんですけど、はいはい、まあ、それこそ、入院代の時に保険屋が来るんですけど、うん、毎回、どっちの事故を言ったぐらい、もう2日連続やから、もう訳分からへんなってさ。そしたら、その数日後に、母親とおばあちゃんが見舞いに来てね。うん、で僕寝てたんですよ。はい、寝てて、ふっと、なんとなく声が聞こえたんですけど、うん、そのベッドの時、ところに2月22日に、まあ、入院したって書いてあるんでね、うん。で、それをおばあちゃんが、2月22日だ。あれは、どうのこうの言ってるんですよ。うん、そしたら、うちの親戚で、ちょっと不幸な日、うん、まあ、とある事故があった日だったんですよね。2月22日っていうのはね。まあ、それ以来僕は2月22日を気をつけるようになったんですけど、うん、ああ、なるほど。まあ、後で、あの、おばあちゃんにも聞いたら、2月22日は他にもあってな、うんうん、で、おばあちゃんの、親戚のおじさん、はい、おじさんが、まあ、その、おばあちゃんの、こう、家系では有名な人やったんですけど、うんうん、その人の命日でもあるんよって言われて、なんか、2月22日かもいろんなことがあるらしくて、その日に追突を合わせてされてるというのがね。いや。もう何年か、その、2月22日はもう毎回外出ないようにしてましたからね。うん、何かが起こったらあかんって。まあ今はもうね、さすがにも。森本一族と
2月21日の因縁。221。そんなことがありました。すごい話ですね。何かがあるんやろ。ちょっと、2月22日の日だけまた森本店長呼んでこう。そう何があるかみたいな。生配信しました。生配信そうそう、僕ら巻き込まれ事故があるかもしれないですから。それは困るな。すごい、もう掘れば掘るほど出てくる森本店長だよね。いいですね。今夜のお相手は神崎秀俊と松原谷氏と森本浩平でした。YouTube のチャンネル登録、高評価、Twitter のフォロー、よろしくお願いします。ポッドキャストも配信中。詳しくは概要欄まで。